杉谷局さんをはじめ、スポンサーの方々、1年間、サポートありがとうございます。それと刈谷市民の皆様と嬉しい刈谷を応援していただいているサポーターの皆様、1年間ありがとうございました。我々はいい成績ができなかったものの、最後まで、我慢強く応援していただき、背中を押していただき、すごくありがたいと思っております。でこのステージに帰ってくれるように、入れ替え戦でも必ず勝ってという決意を持って戦っていきます。またよろしくお願いします。1年間ありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。僕たちは、スポンサー様の応援ご支援のおかげで、あとファンサポーターの皆様の応援のおかげで僕たちは1年間サッカーをすることができました。ありがとうございました。FC 刈谷は、地域密着でやっていて、皆様と一緒にこれから J リーグに上がっていきたいと思っています。そのためにも、入れ替え戦でしっかり勝って残留してその先の J リーグに昇格できるように頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。では続いて26日金曜日に今季限りの引退を発表した背番号30武家勇樹選手の引退セレモニーを行います。武家選手前へお願いします。武家勇樹選手は大学卒業後たまたまアレサヌキに加入し J2 で17試合1得点、J3 リーグで21試合2得点を記録。2020年から FC 刈谷に加入し、昨年は8試合1得点で JFL 昇格に貢献。そして今年 JFL では23試合に出場し、5得点を挙げました。FC 刈谷で誰よりも気持ちを前面に出し、どこからでもゴールを狙うストライカーとして活躍してくれました。プレー以外では子供が大好きで、子供がいるところに自ら顔を出し、笑顔で触れ合う姿は皆さんの記憶に残っていることでしょう。まだまだ闘志をむき出しにしたプレーを見せてほしかったですが、今季限りで現役を引退することを決めた武家勇樹選手から皆様へご挨拶申し上げます。こんにちは。今日は、ご来場いただきありがとうございました。まあ今日の試合すいません勝てなかったですけど、そこは本当に申し訳ございません。で、シーズン途中にはなるんですけど、引退を決断しました。2年間、お世話になりました。ありがとうございました。サッカー現役を振り返ってみるとやっぱり苦しい選手生活でしたけど、応援してくださる皆さんや家族のおかげでここまでやってくることができました。試合に出れない日々が続き、本当に応援してくださる皆さん、家族に申し訳ない気持ちでずっと現役生活を過ごしてきました。それでもサッカーをやってる上でいろんな楽しみだったり楽しさを学ぶことができました。それに厳しさも学ぶことができたんで、ここは少しサッカーにかかりつつ次世代の選手たちにそういうのを伝えていけたらなと思います。まだ彼に拾ってもらって昇格という結果しか恩返しできてないんで、最後残留を決めていい形で終わりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
選手、ありがとう。そして年内戦での残留を決めるところも期待しています。よろしくお願いします。ありがとう。